求められてゆくルールとシステム。でも俺は生きてゆくその社会の中で思った、そして感じた、そうそこの欠落を本音の自分がそう問いただし、その答え求め一つだけ求めるならこれで言っていきたいって、綺麗事やり屈辱好きにとらわれる中でそうそうつぶやいた。オルトロ自分が真心ブラザーズが俺と大さないって言って優しさノリオさんの方に交差け初めて言ってくれたブラザーってその言葉で、弱き自分は今もこのここには残って。俺たち県知事は大半がそう、賞賛は自分の懐に独り占め、責任それからは逃げてばかり、そんな自作自演の日々を今も生きてる。現代人の大半は正義超人になりたいって